したが、おかげで仲間を得られた。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか、猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった、槍川の陣。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば、守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。あっ、ベリーどうしよう。不可の仲間、まずは猛虎を始末せねば。ありませんよね、死なずに済むとは。不
下の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう負荷から頼まれた。大高は去ったが、クンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大高の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は負荷のところへ手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。お前は死ぬのが衆生のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。砦から猛虎を打ち払う。俺をこじ開けろ。俺を救え。武具を探しておけ。やるぞ。助けてくれ。助力を。Thank you.
捕虜を全て救ってやらねば。共に戦え。門を抜けろ。敵を追い払え。恐れず戦え。進め。おのおの自由を勝ち取れ。息を守れ。父を死なせた。よせ、違う。道は開けた。推し進め。木に吊るして罰したの。それとどこにサインがあるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け。樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。花向けだと？
呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。なぞなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。も鼻向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。おい、待て。よくも鼻向けを無駄にしよって。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ鼻向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ、おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ、残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ、負荷の隠れ家で会おう。
けがえがない。それはいずれ狂い死ぬ定めだ。全て幻、惑わされるな。Thank you.